あの小休止が喉を動かしてですね、ホッとされてたという場所です。今じゃもう個人の私有地になってますから、あんまり触れませんけど、今日は番外編で通過します。普段はあまり立ち入れないでください。で、その池がもう川床を改修したためにあんまり水が出なくなっているんです、ね、これはもうこの川というより本当は直接水脈が通ってて、それで湧いてたと。地元の人は15、6軒がここの水を、冬はあったかくて夏はめっちゃ冷たくて、井戸水で綺麗な水だったんで、洗濯物で持たないと身水にされて使われてたという流れが、れてだけどそんなに透明でもないなあ、なあ、濁ってしまって雨降ったから案内してません。今日は番外編です。